いいけんのそれは。はい、またジム行かんといたね。最近届きますね。何も買わない。ちょっと大変なことが起こりましたよ。何？なんか鼻毛抜けました。は？さあどうも皆さん、大変お久しぶりでございます。ルート208でございます。ルースも元気？はい、元気です。元気ですか。いや、我々ですね、ニュージーランドに引っ越してきてからもう2年ぐらい経つんですよね。はい。で、もう僕たちにとってはね、もうこのニュージーランドの生活っていうのは慣れてしまってるんですけど、でも YouTube 的にはね、ニュージーランドでの動画はほとんど撮ってないなと思いまして、でルースと話してちょっと僕たちの当たり前の日常を今回撮ってみようかという話をしてるんですよね、ルース。はい、してます。その方が皆さんなんか面白がるんじゃないかなと思ってました。そう、僕たちが普段どんな生活をしているのかっていうのをね、普通に生活して、それを皆さんに普通に見ていただこうと思います。はい、いかがでしょうか。いいと思います。ありがとうございます。ということで、今日はまず何するんですか。なんか来た。食べ物ないよ。私もペコペコやけど。ね、ペコペコやね。はい、そう、ペコペコやね。うん、今日は普通のお休みの日やね、週末。そう、週末土曜日です。はい。ということで、今時間が11時ぐらいかな。うん、多分もう1時半切ってるんじゃない。おー、見えない。はい。1時半過ぎております。じゃあ、お腹も空いたんで、昼ご飯まだ食べてないんで、はい、お昼ご飯を食べて、それからコーヒー飲みに行こうかな。あ、そう。はい、はい、じゃあそんな感じで行きましょうか。はい、はい、日常的な私たちの生活。そうそう、スタート。うん、ちょっと早いです、歩き方。あ、ちょっとカメラマン足短いんで。あ、ごめんなさい。ていうか、どこ行ってる？そうそう、何食べる？まあ、ちなみに皆さん、こんな感じですよ、オークランド。港町です。ちなみに、僕たち、ちょっとこの新しいのを買ったんよね、これをね。そうね、なんかふわふわのうさぎちゃんの尻尾につけておりますね。どうやろうか、聞こえやすいやろうか、皆さん。そうね、どうでしょう。私ね、食べたいものはあっちじゃないよ。え、どっちに？私食べたいものはこちらです。あ、違う、こっちだった。合ってる、合ってます。こっちの方は人少なさそう。人少ない方がいいわ。はい、おー、子供たち。ちょっとね、あれなんですよ、久しぶりなんでね、動画撮るのが ね。でも、あれやね、そう、僕たち今までめちゃくちゃでかいマイクを使っとって、めっちゃで目立つ名前。そうそう、でトライポッドって言って、この下でカメラを支えるやつも使ってたんで、うん、もういかにも動画撮ってるっていう。そうで、それ目立つけん、うん、ちょっとそれ嫌やねってことになって、今もこれ普通に下手したら写真撮りよると思われるぐらいの感じやもん。動画撮りよると思われんぐらいの感じ。いや、でもウサギちゃんの尻尾は目立つんじゃない。どうでしょう、これも美味しそうね。ここ美味しそうね。トースティー。トースティー、美味しそう。美味しそう、作りよるね。うん、ホットトースティーズ、ここ結構おしゃれなところ多いよ。ベトナム料理もあるよ。別の、これベトナム料理？これはベトナム料理じゃないよ。これはどれ、これベトナム料理は。ここ教えますね。こんな感じです、オークランド。都会に見えるかな。ちょっと都会に見えるように撮ってみたら。そうね、ここです。あ、マラジアって書いてある。あ、ベトナムじゃなかったっけ。ちょっとそれずっと誰も映ってないんですけど、失礼します、食べ物に。はい、あ、これです。はい、映ってないんですけど、だから。あ、すみません。いや、いいよ、こっち映して。はい、こっち。ここ美味しいらしいよ。本当？うん。の寒い。寒いね。そうそう、私もなんか目、なんか涙出とる。寒くてね。そう、寒くて。久しぶりです。ね、久しぶりです、ね。何ヶ月ぶりですね、YouTube 撮るの。最近忙しかったですね。うん、今は忙しいんですけど、
張り切って頑張ろうって決めましたね、二人で。そうそうそう。何だったっけ、久しぶりです。さっき言いましたか。ちょっと一回来てマイク大丈夫かどうか確認しましたね、皆さんのために。そうそうそう、これ初めて使うので。聞こえるかな。聞こえますか。聞こえますか。確かに。はい、そしてもうさっき話した通りお腹空いてるので、今日めちゃくちゃ寒い。8月に入ってからもうずっと寒い。全然話変わっとるやん。お腹さ、それなんか温かいものが食べたいという意味で言いました。はいはい、ああ、そういうこと、はい。そうそうそう。もうびっくりした。鳥が飛んでいったね、今ね。飛んでいった。うん。それで、カレーが食べたいです。あ、カレーが食べたかったった。はい、日本のカレー。日本のカレーあると？あります。あるった。安くて美味しい。安くて美味しい。見た目もいい。はい、あそこに向かって行きましょう。はいはい。歩いて5分ぐらい。はい。はい、行きます。はい。寒い寒い中を歩いて、フードコートにたどり着きました。テイクウェイして、あの近くにあるなんかショッピングセンター、うん、のところのフードコートに来ましたけど、さあ皆さん日本のカレー、まあ皆さんも日本のカレー食べれるんじゃないですかね。あー、暖かくて美味しそう。はい、美味しそう。私はクロケット、浴食が抜群やけん。なんて浴食、食欲、食欲抜群に意見クロケにしました。最初は普通のカレーにしましたね。隣に座って食べるよね。うん。で、一応箸も、私箸を取って、大使が彼は箸じゃないやろって言って、おおと思って。でもクロケあります。でも本当だ、私スプーンを取る取らないところでした。うん、やばいよ、やばいよ。さあ、じゃあニュージーランドで食べる日本のカレーの感想をちょっと実食してみてください。はい、よし、じゃあカレーから始めます。いただきます。はい、カレーマイクに、カレーカレーかけんでばい、マイクに高校生。おいしい、おいしい。もう給食で出るようなカレーの味。あの日本の学校で働いてたので給食毎日食べれました。その味がします。幸せ、おいしい。これビーフカレーですね。と人参一応入ってそうですね。おいしいわ。美味しい。美味しい、美味しい。よかったね。美味しいです。バビも食べてくださいね。本当に美味しいから。コロッケもジャガイモでしょうね。この男はそわそわそわしてるね。そわそわそわしてない。なんかさっきからそわ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 。これかわいいでしょ。 かわいいね。私ずっと大使にこういうのを持ってる男子なんか男性なんかかっこいいねとか言ってて、大使はいやいらんいらんっつって数ヶ月前に買った。そう、これなんで買ったかと言いますと、あの昔から僕の怖いな。ごめん。何の話やったっけ。カバンの話だ。あ、カバン、カバン、そうそう、これ。あの、なんでこれを買ったかと言いますと、あの、僕はですね、皆さん、昔から動画を見てる人はご存知だと思うんですけど、お腹が弱いんですよね。で、ニュージーランドのトイレは、
日本みたいにこうカバンを置くスペースがなかったりとか、あのかけるフックがなかったりするんで、バックパックね、あそうそうバックパックね、そうなんで、こうやってこうかけっぱなしでもトイレが使える、そういうこれも超便利超便利、私もっと営業できたのにね、それをボベこれを大使がこれをしたらこここうなる、でも私はただただかっこいいよって言ってそれは通じなかったねで、コーヒー買いに行ったらしいね、そう、ちょっとご飯を食べて、もう寒いよ寒い、ニュージーランド、うん、カレー美味しかったね、ちょっと待って、でもルースこのさ、はい、寒いやんめちゃくちゃ、そうこれニュージーランド、今日本はさ、うん、夏やん、夏夏、これニュージーランドずっと一年中寒いとえ、でも去年の夏大使がなんか早くエアコン買いたいとかって1ヶ月2ヶ月ぐらい言ってて、私は全然平気やったけど、じゃあ今のは皆さんに、はい、ニュージーランドは冬なんですよっていうのを説明するためにわざと言ったの、はいはい、1年中寒いわけないでしょ、はい、1年中寒いわけないです、知ってるでしょ、俺たちは1年中寒くないの、はい、あれなんですよね、今ニュージーランド冬なんですよ、はい、あの日本は北半球にあるけどニュージーランド南半球にあるんで、ニュージーランドとかオーストラリアとかは今めちゃくちゃ冬なんですよね、そう日本でいうと2月ぐらいかな、そうね、なんでもうすぐ春、むちゃくちゃ寒いっていう、ティファニーさんの子かっこいいね、でもちょっと好きなこと喋らんで、あ、すいません、あの今撮ってるから、はいじゃなくてすいません、わこの鳥たちがちょっと鳥さん兄弟がおるかわいいね、なんかボベを怖がってる、ボベがそれを怖がってる、あ、カレーナイトやん、カレーナイト、もう一回食べるあれインドカレーかな、さっきのカレーは7ドル、ここのカレーは25ドル、ね、7ドル700円ぐらいですね、7ドルは700円ぐらいね、25ドルは2500円ぐらいね、あれはね、同じカレーでも日本のカレーは7ドルでこっちのカレーは25ドルで全然2000円ぐらい差がつくったりね、そうね、うん、え、ちょっと大変なことが起こりましたよ、何、なんか歯が抜けました、は歯が抜けました、歯抜けてないやろ、そうやん、どこが、歯が抜けたよ、ここどこがなんかこえ、どうやって、ちょっと恥ずかしいけど、なんか抜けとらんやん、こうしたらなんか抜けてる部分感じてて、抜けてないってだけ、うん、チップしてるよ、ここあ、かけとるね、かけとる、かけたとね、ちょっとだけ、ちょっとだけと言われてもかき取るよ、なんか見えんもんだって、見えるよ、私が見える、どこ、ここ前はもうどうだよ、見せんに見せんでいいけど、もう使わなくていいけんもうやばいよ、もうこの間ね、うん、ちょうど2ヶ月前にね、親知らず取られてね、うん、あれ大変だったの、手術、もう歯はもういいと思ってて、歯はもう元気と思ってて、6月にもう歯医者さんに行ってて、それでもうかき取る歯が、何やねん、年取ってるわコーヒー買いに行こう、ああ買いに行こうか、うん、それもう別にでもそこにひどくないけど、もうドープせんでいいけんもうドープせんでいいけんねせんでいいけん、何してんの、何してんのかき取るやん、自分しつこい、もうそれかけてないけん、そげん、なんやね、なるといいね、もうほぼ見えんし、っていうか意外とちっちゃい、意外とも、なんも思いっきりちっちゃい、うん、まだ見えるでも大きくなる可能性があるから早めに、そうそう、月曜日とかでも歯医者さんに行けるなら行きます、そうそう、はい、知ってますか皆さん、コーヒーを飲んで行きますあ、寒い寒い寒いね、はい、もうすぐ着きますんで大丈夫、ここが俺たちのお気に入りのカフェなんですよね、はい、そうです、いつかレストランでも、あ、でも食べたね、ランチ1回、うん、はい、着きました、コーヒーにするよね、コーヒーにする、クリアしろいってチャイラテやつを、yeah, of course.
Thank you. Thank you. So where is your movie day? You too. チャンネルラジオ行こう。うわ、風強い。風が、帽子が飛んでいきそうです。これが俺たちのお気に入りのカフェでございます。ですね、でござる。おいしいぞ。コーヒーもおいしい。おいしい。あ、こうおいしい。あ、おいしい。おいしい。よかった。飲んでみてもいい？いいよ。ニュージーランドというかオークランドに来る人は絶対この天野は行った方がいいと思う。うん。食べ物もおいしいね。食べ物もおいしいし、飲み物もおいしいし、そんなに高くない。だよね。うん。食べ物は高いけど、うん、飲み物はこれも5ドルやったら500円ぐらい、うん、500円は日本でも普通。そう、日本でも普通。そうそう、やけん全然いいわ。最高。ここ風強くないけん、うん、一口もらいます。はい、どうぞ。危ねえ。これコーヒー？おいしい。これ美味しい。うん、甘くて美味しいね。うん、美味しい美味しい。ちょっと手が、はい、熱い。大使はこれをなんかギューッとしてたね。ギューッ、ここ折れてる、折れてる。力入れすぎ。カレーも食べて、これも飲んで、まあ、かけてるけど。もう、本当にちっちゃくてよかった。じゃないと今めっちゃ落ち込んでる。うん、でもね、この間、歯医者さんに行って聞きました、わざわざ。これいつか割れますか？かけますかって聞いたら、いや、これ丈夫そうですねって。2ヶ月前に言われましたよ。丈夫だなんて。あ、まあこれぐらいでいいですね。もう一つの前歯だったらもっとやばい。もう一つの前歯はもっとちょっとダメージ受けましたので。ああ、よかった。まあ、本当の歯かもしれんけどね。長いわ。どうでしょう。もう見てもらったらわかりますね。もう多分ね、歯の話だけで10分ぐらいしよるよ。すいません。じゃあ、あれやね、久しぶりの動画でカットカットカットいろいろカットします。じゃあ、次はあれやね、次の動画で歯がどうなったかを説明せんといかんね、こんだけ歯の話したらね。確かに。月曜日に歯医者さんに行きますようにします。そんで、多分予約もう取れるといいんですけど、行けたら来週の動画で説明させてもらいます。はい、説明させていただきます。はい、はい、じゃあ、まあそんな感じでどうでしょう。もうちょっと久しぶりに動画回しよるけん感覚がちょっと分からんけど、そう、もう多分十分撮れたんじゃないですか。毎回の質問ですね。まあまあ、このマイク、うん、めっちゃいいですね。買ってよかった。うん、ほんとね、これね、ふわふわのうさぎちゃん、これ昨日買ったばかりなので今日初めて使ってますね。そうそう。で、乾燥は使いやすい。うん、少なくても俺たちの乾燥は使いやすいね、はい、あと実際に編集してみてどれぐらいな感じで聞こえるか、そう、ね、ちょっと確認して。これ、そう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 、こればっかりしたね。そう、それになってないと言うけどね。そう、そうね。と、この上にマイクがついてない、赤いマイクがついてないことは好きですね。赤いマイクって言っても誰もわからんけん。あ、そうね、みんな見てないですね。もともとはカメラの上に大きいマイクをつけとったじゃんね。はい、2000円するマイク。そう、2000円のマイクね。はい。そうそう、やけん、まあ、背負いになりましたね、長く。そう、もう相当3年近くね。うん、マイクもアップグレードして、カメラもアップグレードして、心機一転、もう一回 YouTube を頑張りますということで。頑張ります。はい、
登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。ええ、目標何人、目標何人、登録者数の目標、とりあえず登録者3000人まで行きたいですね。そう、1万人行こうよ。あれ一気に1万っていくら10,000? あ、じゃあ登録者、おお、そうですね、その通り、登録者1万人目指します。はい、お願いします。年末までそれちょっと5ヶ月、あと何月、4ヶ月 ?5 ヶ月で4年間で1000人行けたので5ヶ月であと9000人行けるんでしょう。はい、行きましょう。まあ今日あっていいですね。はい、はい、というわけで今度はもっとちょっとね、また慣れてきてると思いますので今度もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、じゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.